皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は私のやりがい、モチベーションの源泉とはについて話をさせていただきます。私は創価学会員なので、朝晩のゴンギョ招待で体の疲れ、ストレスを抜き、毎朝日々健康で仕事をさせてくださいと祈り、今日も一日社会貢献をやらせてくださいと請願してモチベーションを上げる努力を毎朝毎晩しています。それが私のやりがい、モチベーションの源泉とはです。ありがとうございました。